俳優の志木隆之介、24、が29日、都内で行われた、英雄新シリーズ CM 発表会に登場。NHK 連続テレビ小説、ひよっこで、ヒロインの同僚役を演じ、人気急上昇中の女優、松本穂か、20、と共に、30日から放送が始まる、意識高杉、高杉くんシリーズに出演することが発表された。 おとぎ話の登場人物たちによる三太郎シリーズで知られる同社が新たに学園ものの、高杉くんシリーズをスタート意識高い軽高構成高杉くんを演じた新睦は最初は三太郎シリーズに登場するお兄ちゃんの友達かと思ってました三太郎シリーズのように愛されるシリーズになったらいいなと思いますと抱負役との共通点を聞かれ高校の時に 授業ごとにノートの紙質、ペンの種類、自体が決まっていました。当時は授業がやりやすいよう、教科ごとに気分を変えよう、と、テーマを変えてやってると楽しいんですよ、と、意識高すぎエピソードを明かした。第1弾の始まる編では、コーラス部の高杉くんが、安倍、マリアのために、ラテン語を勉強し、裸足で歌う、意識の高さを披露。同級生、 松本三役の松本は、高杉くんの意識の高さに突っ込みを入れていく。